賃貸長崎イメージキャラクターの真勝くんです。本日はですね、奈良市小殿町にございます 2LDK の素敵な物件をご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速真勝くんと一緒にご案内していきたいと思います。はい、まずはじめに玄関なんですけれども、こちらですね、しっかり広さのある玄関で、シューズボックスがかなり大きなものがね入っております。はい、そしてですね、玄関入っていただきまして、はい、こちらですね、廊下が続いております。で、左手にはですね、こちら、洗面所がございます。はい、こちらなんですけれども、マカス君おすすめポイントその1なんですが、かなり大きな独立洗面台が入っております。はい、ですのでね、朝のご準備などしっかりしていただけると。そしてですね、こちらには、室内洗濯機置き場がついておりますので、こちらも便利なポイントですね。はい、そしてですね、こちらお風呂なんですけれども、かなり大きなお風呂が入っております。めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、またね、浴槽もかなり大きいので、日々のね疲れなど癒していただけると思います。はい、そしてですね、こちら浴室乾燥機付きの物件になっておりますので、梅雨の時期の雨の日などはかなり役に立つ設備ではないでしょうか。はい、そしてですね、こちら正面なんですけれども、バスルームからの正面ですね。はい、こちらお手洗いになっておりまして、はい、このようにね、清潔感のある綺麗な手洗いとなっております。はい、続いて洋室のお部屋をご紹介していきたいと思います。はい、こちら洋室のお部屋になりまして、開口部の窓がかなり大きく、ですね、こちらがウォークインクローゼットになるんですけれども、こちらもね、かなり大きなウォークインクローゼットになっております。このようにね、奥行きがしっかりございまして、こちらにもね、コートやシャツなどもかけていただける十分なスペースがございます。はい、でお部屋自体もこのようにですね、しっかり広さもございますお部屋になっておりまして、何かね、こう家具など置いていただける、家電などね置いていただけるようなカウンターもついております。はい、そしてですね、リビングなんですけれども、はい、こちらがリビングになりまして、このようにアクセントクロスが可愛いリビングルームとなっております。またベランダに面してますので、日当たりはかなりいいリビングルームではないでしょうかね。そして、キッチンなんですけれども、人気のカウンターキッチンになっておりまして、こちらマカス君おすすめポイントなんですけれども、はい、システムキッチンですね。コンロが2つと収納がたくさんございます。お鍋やフライパンなどを十分しまっていただけるという感じですね。またですね、こちらに冷蔵庫置き場があったりと、キッチンの裏のスペースがしっかり取られてますので、はい、棚などはね、置いていただけると思います。はい、またね、嬉しいエアコンが1機ついておりまして、はい、ベランダなんですけれども、こちらかなり日当たりのいいベランダになっておりまして、もう見ていただくだけでわかるぐらいの日当たりの良さではないでしょうか。はい、そしてですね、この洋室なんですけれども、こちらですね、はい、このような広さの洋室となっておりまして、リビングとつなげて使っていただくことも可能となっております。はい、以上でですね、物件のご紹介を終わらせていただきます。奈良のおもてなし奈良心賃貸の魔石では、さまざまなサービスを行っております。もしこちらの物件気になった方は、ぜひとも賃貸の魔石までご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。